最後の角を鋭角に曲がって引いた先は再びこうみたい。 信号を渡り、高円寺駅方面に進むと太郎軒。高円寺ラーメンってまたラーメン？太郎軒は24時間営業のお店で朝ラーメンを食べる人も結構いるそうで。 一番人気は醤油ラーメン。カレー？ん？カレー？カレーじゃないですか。 インドインド。 路地に入り、再び青梅街道。 新高円寺駅を通り過ぎると。 高円寺ラッシースポット。盛りつまんなじゃなくて七つ盛り。高円寺でカレーを提供する人気店の中でも老舗中の老舗。 インド。ジャグラ。またラーメンですか。豚骨味噌が人気の超有名店。開店当初は日本でも屈指の超濃厚豚骨スープ。黒だれか赤だれを提供してたんですが。 これはジャグラーってか。もうね、ネズミくんね、捕まるとピンピン鳴るんだよ。今天井にガタガタ落ちてる。捕まる。
前満腹という店で牛乳ラーメンなら壮絶なメニューが名物でした。さすがのフイラも未経験。ラバーソウルは高円寺にある数ある古着屋さんでも老舗の一軒。諸国民でイパネマ、今日はシャッター閉まってますが、ある意味高円寺で一番インドなお店かも。高円寺といえば川踊り。商店街はここまで。この先のアーケードはパル商店街。この商店街はビレッジヴァンガードだったり ABC マートだったり有名企業のお店が多くて、個人的にはうーんだな。そんなパルでもおすすめの2店をご紹介。ボトロ食堂。昨年の夏に高円寺で再オープンした徳島系ラーメンのお店。ラーメンというよりご飯のおかずと言った方がいいかな。またラーメンかよって。高円寺、阿波踊り、徳島ってことで許してね。もう1軒はタイ料理のバーンイサン。リーズナブルな価格で本格タイ料理が楽しめるお店。顔まんない並盛りが550円ですよ。インドじゃなくてタイだよって。高円寺ストリート、昔はエンジーと呼ばれてましたが、その手前を右に曲がるとスタート地点の JR 高円寺駅南口に。どうでした？高円寺駅、東高円寺駅、新高円寺駅のエリアで高円寺がインドか否かと見て回りましたが、これやっぱインドですね。